何か言ってください。チーズ、はい、チーズじゃなくてここに向かってカズマくんと若菜ちゃんに何かメッセージをどうぞ。なんかこう今日お誕生日なんだって。変に感情的になって買うっていうことは多分そういう子供も出ないと思う。いや知らないし、はい、誕生日おめでとうだけ言って。誕生日おめでとう若菜ちゃん。私、先取る。じゃあ。